こんにちは、にじこです、いきなりこのなんなんの時の風さん今日はね、鼻の高さが際立つ風さんシリーズ大丈夫でしょうか、私。前にいつだったかな、オールナイトニッポンで確か風さんがなんか相談コーナーみたいなとこでね、なんか女の子からの電話じゃないな、メールだったかな、風さんの高い鼻が羨ましいと、風さんのその鼻と自分の鼻をすげ替えたいみたいな、なんかそういう取り替えたいみたいなね、もう爆笑だったんだけど、そういうのがあってね、なんかそれをこれなんてもうそのもう鼻の高さが際立つ極みの写真だと思うんですけど、この角度自分でやってみてもね、向こうの右目がね見えるんですよ。風さんは見えないんですけどね、鼻の高さで影になってとか、ライトが当たると余計にわかるんですよ。すごい陰影がはっきりしてて、私のっぺり、全部見えますけど、全部光当たってますけどみたいな、もう本当にね、ね、いつの間にかこんなゴツゴツになったみたいなことをね、自分でもなんかラジオで言ってましたけど、なんかね、どんどんゴツゴツしていて、中学生高校生ぐらいからかな、どんどんこう鼻が高くなり、ちょっとなんていうの、目のところはへこんでるわけじゃなくて、鼻が高いからへこんで見えるのね。まあいいんだけど、すいませんね、なんかすごいくだらないこと話してますよね、私。大丈夫ですか？ほら、すごい影になってるね。でなんかね、日本人にね、なんか 0.4% ぐらいだっけ、なんかね、アングロサクソン系の血が入ってる人がいるんですって。私も同級生でいたんですよ。もうなんかヨーロピアンな感じの同級生がね、髪の質もモンゴル人じゃないって言われたって言ってて、たまにそういう人いるみたいなんですよね。で、風さんもそういうタイプなのかなと思って、阿部寛さん、ちょっと風さんチックじゃないですか。あの方もなんか兄弟と家族と全然顔が違うんですって。みんな普通なのに、阿部ちゃんだけあんな濃い顔してるらしいんですよ。で、身長もお父さん160センチ台で、みんな普通なのに、阿部ちゃんだけ192センチらしいんですよ。なんか高称189センチなんだけど、実は192センチなんですって。逆サバ読みですよね。まあそういうことが突然起きるってこともあるんでしょうね。で、風さんもアングロサクソン並みに濃い顔だなと思ってねもうごめんなさいね、もう超くだらないこと言ってますよね、私でも普段ね、なんとなく写真見て思ってたんですよ。で、アジア人だけど、アジア人チックだけど、でもなんかちょっとアングロサクソン系な感じもあって、だから海外でも受け入れやすいのかなとかね、そんなことも思ったりして、まあだけどあれですよね、もし海外、もしっていうか、まあ行くでしょうけども、よくほら、日本人って海外に出ると急にセクシー路線になっちゃったりとか、英語で歌うとか、なんかキャラ変更までしちゃうっていうのがね、過去あったと思うんだけど、いろんな人で。でも風さんはまんまでしょうね。まあ英語も歌うかもしれないけど、でも日本語のまま自分の歌は歌うと思うし、いきなりセクシー路線ってのもなんか、まあでも普通にまんまのわしで行くでしょうね。まあでも英語喋ったり英語で歌うと、まあ、セクシーになっちゃうんですけどね、これがまた困ったことに。いや、困らないけど、これ My girl のオディールちゃんへの優しい視線を送ってる時ですね。はいもうちょっと今日は日曜日ということで、いろいろブレイクオンにしてくださいよくわかんないけどまあでもね、風さん YouTube が156万人になってましたね。また増えてましたね、登録者ね。本当に、まあしつこいけど、私が知った2年ちょっと前、2年半ぐらい前、20万人ぐらいだったんですよね。
ってインスタも8万人ぐらいだったんですよ。一桁だったっていうのを覚えてるんですよ。それが今71万人でしょ。でツイッターも4万人ぐらいだったんですよね。それが今60万人。ものすごいですよね、この勢いがね。うん、はいはい。そしてね、こんなんいただきましたよ。これはね、カズママさん、ね、大悟さんのコントっていうからしいですね、あの海飛び込むやつ。うん、あ、今日もいい日やったな、ほんなら夕日に向かって走ろうか、ドボーンってやつね。うん、大悟さんはもっと上手に飛び込むそうなんですけどってどなたかが書いてましたけど、うん、でね、そうそう、ズツさんのご両親が宮崎にいらっしゃるとかで、それであの観光大使ばりにあのいろんなとこ行かれてたくさん写真撮っちゃったんでしょうかね。うん、でなんかお揃いのアロハシャツを色違いで着てたとか、仲良しね。それで宮崎は親世代の新婚旅行地のイメージってね、カズマムさんも言ってるけど、そうですよね。うん、まるで新婚旅行ハネムーンのようにお揃いでいたんでしょうか。うん、でそうそう、でカズマムさんの義理のお姉さんがザ・サン&ザ・ムーンをね、カズさんの音楽あんまり知らないのに映画館で聞いたら、もう世界中の人に届けたい歌だって熱く語ってくれたって。やっぱり分かっちゃうんですね、もうあれは本当に。もうあれだけもうね、 DVD も出ますけどブルーレイも、でももうあの歌だけちょっと配信してくれないでしょうか。何かの形にしてほしいですよね。うん、本当にね。そう、それからね、行かれた方、宮崎のライブに行かれた方が3人もいらして、いいね。まずなほこさんね、にじこさん、宮崎残念だったのにすみません、都の城行ってきましたって。いいんですよいいんですよ、そんなね、故郷で風さんのコンサート行けたらと、第一志望宮崎にしたらラッキーなことに当選、よかったですね。2階席でしたがもうすごかったです。ピアノのアレンジもジャジーでお声もすごかった。やんちゃな風さん、お着替えからの癒しボイス、まだ夢心地です。いいなー、ね、よかったですね。そしてそしてキコさん、にじこさんこんにちは、昨日都の城ライブに行ってきました。ラジオから流れてきた優しさで風さんに出会って初めてのライブでした。あ、初めてだったんですね。うん、会場に着いた時の安堵感半端なかったです。ドキドキがすごくて、自分のハート大丈夫？心配になるぐらいだったけど、ライブが始まったら一気に引き込まれてスーッと落ち着きました。本当に貴重な時間を過ごさせてもらって感謝しかないです。今度はいつ会えるかわからない風さん、全力で楽しませてもらいました。当日の公演中止を何度も謝ってる風さんを見ながら、元気でいてくれたらそれで十分だからと心の中で叫んでました。そうそう、なんかすごい謝ってたそうですね。ごめんなさい、なんかね、ごめんねってことを何度も何度も言ってたということですよね。ね、しょうがないのにね。うん、でも風さんとしてはそんな気持ちだったんですよね。うん、それからティーツリーさん、都の城公園行ってきました。なんと2列目で風さんの素晴らしいパフォーマンスを見せていただきました。ちょっと2列目ってもう近すぎてかっこよすぎて、まっすぐ見るのがドキドキで、もうどうしようって感じでした。そうでしょうそうでしょう、もう想像しただけでドキドキですよ、もう本当に。うん、風さんの原点といえるピアノ弾き語りに寝そべりなど、こんなに贅沢なライブに参加させてもらって本当に感謝でした。ズッツさんのご両親が宮崎在住とのこと、里帰りもされたのでしょうか。満喫されていましたねってね。里帰りどうでしょうね。うん、いやでも本当にね、いろんなとこ行かれてましたもんね。はい、それからウィスカーパートさん、なんでも都の城ライブで宮地さんがズッツさんのご両親が宮崎におるって言ってたらしいですね。なになに、ついにズッツさん両親に風さん紹介しちゃったなんてって本当に恋人を紹介するみたいにね。はい、それからようこさん、あのモアイ像、7体のモアイ像にそれぞれ象徴するパワーがあるんだって。左から仕事運、
健康運、恋愛運、全体運、夫婦円満、金運、学力向上で、その隣が風さんだったって。触るとご利益あるっていうのがあるみたいって。そんなのがあったんですね。ねえ、本当に、いやー、もうありがとうございます。それからキラキラウサギさんもね、あと京都だけになりましたね。都の城公園、大詫びの気持ちや流行り病で医療関係者の方への感謝の気持ちからか、観光大使縛りの素敵な風景と風さん、行ってみたいと思いますよねって。ほんとほんと、海にダイブのツイッター、我々は風の前あんな風に落ちていったというのを体現してくれているようです。ほんとですよね、面白いこれ。そう、風沼にね、あんな風に突然ドボーンって、まさにですよ。もうあの徐々にじゃないもん、ドボーンって突然ですよね。体現してくれてます。はいはい。それからマイカ OK さん、にじこさんこんばんは、いつもありがとうございます。あ、この表情、私が大好きな表情ですね。はい、今回のテイクと関係ないのですが、風さんのライブや藤井風テレビでのパフォーマンスについて以前から疑問に思っていたことがあり、ご存知でしたら教えてくださいませんか。演者リストにコーラスの記述がありませんが、ハモリパートあるいは風さんのフェイクにかぶせてくる音源は録音ということなのですよね。ヒートのオープニングの風よもピアノで始まってますが、風さん以外のピアノ演奏者はリストにありません。あれも別音源、つまり録音ですよね。私は人生で初めて推しに出会い、業界事情も知らないので、それが通常のことなのかどうか分かりません。ただ先日の RSR フェスで祭りの時、風さんがカラオケと告知しているのを聞いて、通常はどこまで事前に作られた音を足してステージが作られるものか知りたいなと思いました。ということで、私も業界人ではないので知りませんけれども、だけどね、風さん自身が全部自分でやるっていうことを言ってたんですよね。そう、だからYouTube のまだデビュー前の時もそうじゃないですか。声を何層にも重ねて、コーラスも自分で入れて、でピアノも重ねるんですよね、風さん自分で。うん、だからピアノも全部自分、そして声も全部自分なんですよ。こんなことする人いましたね。とにかく風さんは全部自分でやりたい人なんですよね。だから YouTube だって編集も自分でやるし、Twitter もいつかこれスタッフがつぶやいてるって思ってる人もいるようだけど、全部自分がやってるっていう風にね、そういうツイートしてたこともあって、人任せにしない人なんですよ。すごいですよね。こんな人いないと思う、全部自分ってね、ということだと思いますよ。はい。それからね、サラシュマさんがね、風さんはミュージシャンとコメディアンを交互にやってるんじゃないかって。本当ですよね。コメディアンっていう肩書きあったかなって思ったけど、もう今コメディアンってつけちゃってもいいですよね。ミュージシャンスラッシュコメディアンみたいなね。で、NHKFM の反田恭平さんと小曽根誠さんの対談、ピアノジャムっていうのが面白かったということでね、絶対音感で胃腸、腸をね、胃腸をね胃腸するのはすごく苦手とおっしゃってました。日本を代表するジャズピアニストの小曽根さんは目下クラシック勉強中とのこと、クラシックとジャズは練習続けるようにと、確か風さんお父様がおっしゃってたような、どちらも極めてきた風さんは土台があっての今ね、28日まで ラジコで聞き逃し聞けますということで。そう、小曽根さんってジャズピアニストなんですけど、この方ね、風さんのねカバー何曲か弾いてますよ。帰ろうとかね、何だったっけな、なんか旅路もやってたかな。すごい小曽根さんのねピアノもすごく素敵。でクラシックも勉強中ね、クラシックとジャズはずっと続けるようにってお父様のこの先見の明がすごいですよね。本当に何者なんでしょうか。本当に素晴らしい。で風さん自身もねそれをちゃんとやってるということでね、もうクラシックのベースがあるっていうの本当分かりますね。随所に現れてる、死ぬのがいいわのイントロもねそうだしね、でジャズももうここまで極めてる人日本人でも珍しいんじゃないでしょうかね。
もうジャズのね、ジャズピアニストの、頂点にいる小曽根さんがね、風さんのことをね、すごいって言ってるっていうのがね、もうほんでいかにすごいかっていうの分かりますよ、本当。うん、ね、ありがとうございます。はい、それからこれ紹介したっけ？ズツさんの両親が宮崎生まれの宮崎にいらっしゃるとね、ウィスカーパトさん、さっき言ったかな。はい、あ、それから MH さんがね、宇戸神社は人間から神様になった方ではなく、もともと偉い神様なので神社ではなくて神宮です。日向灘灘の崖っぷちにそびえ立った素敵なパワースポットです、ということで、神宮って神社と神宮そういう違いがあるんですね。なるほど、まあ、とにかくパワースポット、そういうことですね。ありがとうございます。それからね、ブンブンママさんからこんなんいただきました。風くん、赤アロハお似合いですね。ズズさんはイラ違いを着てたみたいな、2人でいたら目立ちすぎますよねって。本当ですよ。そうそう、それでなんかツイッターに風さんに肩組んでもらって写真撮ってもらってる人のツイートが上がってて、ってもうちょっと、もうびっくりしたんですけど、男の子がね、2度目の生風最高でした、青島でも心よく写真撮っていただき、これから一生していくことを心に誓いました、って。隣に女性がいらしてね、で3人での2ショット、で3ショット、もう満面の笑みの風さん、ちょっともう羨ましすぎます。もうね、もうでもほりゃじゃない、アロハのお揃いでいたら目立つから、あーって分かっちゃいますもんね。でもね、いいな、本当にいいなって言っちゃった、それ見て。うん、ライブの時おひげ剃ったんですね、どっちも素敵です。そうでしたね。ところでにじこさん、この配信されてコメント読んで、時々ライブ配信して、スタンド FM もあって、ご家庭もあって、風活もして、一体いつ休んでるんですか。バイタリティあふれるにじこさんに元気をいただいてます。夏の終わり、お疲れが出ませんようにご自愛くださいって。ありがとうございます。いや、もうこれ見てね、確かにと思ってね、この YouTube 配信するじゃないですか。で、私まあさ、たまにですけどサブチャンネルもやってて、あとスタンド FM も毎日私配信して、なんなら今日も2つ配信しちゃったんですけど、どんだけ喋るのっていうぐらいで、コメントも読ませていただいてるし、たまにお返事もしたりして、あとライブ配信して、あとツイッターも私ちょこちょこやってるんですよ。で、インスタも私実はちょっとやってて、にじこじゃないところでちょっとやってたりして、そっちで配信もしてたりとか、あと私仕事も一応してるんですよ。仕事の意識があんまりないですけど、コンサルティングとかね、ちょっとセミナーやったりとか、そんなこともしてるんですよね。うん、確かに私まあ、ようやりますなって改めて思いました、ブンブンママさんのこれででもね、全部好きなんですよ。全部もう大好きなことばっかりなんですよ。うん、なのでね、なんかこう疲れるとか、まあそれは体的にあんまり忙しいと、7月もめちゃくちゃ忙しかったんでちょっと疲れましたけど、でもね、メンタル的には全く疲れないんですよ。どんどん元気になっていくんですよね。うん、だからね、あら、私っていろいろやってるけど幸せだなと改めて思ってね、心配してくださってありがとうございます。もう私話すほどに元気になるという変態なんで、うん、皆様が聞いてくれるおかげでございます。はい、本当にありがとうございます。で、一体今日の配信は何だったんだろうって感じなんですけど、風さんの鼻が高すぎるといういやいや、まあ、そういうね、ラジオで面白いそういうコメントあったこと思い出したんで、はい、そんな話をしてみました。はい、ありがとうございました。ではまた。